初めての領土です。探索してみてはいかがですか？あんたが噂の各社ってやつか。さっき宿営地から来た兵士に聞いたが、意外と普通の面だな。いや、気分を悪くしたらすまねえ。もっとこう神話から抜け出したようなのを想像してたんでね。おっと、自己紹介がまだだったな。俺はここの店長のアッサラームってんだ。いわゆる宿屋だが、他にもいろいろやってる。長い付き合いになるかもだ。よろしく頼むぜ。ん？ポーンのことを聞きたいのか。急ぎのようだな。だったら町の西部に行くといい。ポーンギルドと呼ばれる連中のたまり場があるから訪ねてみな。途中の門番にはギルドに用だと言えば通してくれるさ。好きなのを選びな。さあ、何をする？さあ、何をする？好きなのを選びな。さあ、何を。さあ、好きなのを選びな。また来てくれ。毎度どうも。知識を得ました。ポーンギルドというのはどこにあるのでしょうね。ポーンについて知りたいならポーンギルドを訪れるといいですよ。何の用だ？ポーンギルドに行きたいだと？それならこの奥を左だが、まあいいだろう。通れ。あまり騒ぐんじゃないぞ。この先の区画にポーンギルドがあったような気がします。普段はもっと活気があるのでしょうか。この周辺に住む人物にポーンギルドのことを尋ねてみては。なるほど、ここがポーンギルド。
ようこそ各社様。お待ちしておりました。私はバーナビーと申す者。ここポーンギルドの管理人を務めております。ポーンギルドは我々ポーンが憩う場、そしてエバーフォールの入り口でもあります。エバーフォールとは領土の地下に広がるとても重要な場所なのですが、詳細についてはまた後ほどご説明を。まずは我らの光、各社の到着を祝しましょう。ウエストです。このポーンギルドでは我々ポーンを呼び出すこともできます。旅の疲れも癒えぬままこのような話は心苦しくもありますが、看過できぬ問題が我々の近くで起こっております。解決のため各社様のお力を。ありがとうございます。この先にあるのは古の空間、領土の地下に古くよりあるエバーフォール。わけあって我々ポーンはそこにつながるこの入り口を管理してきました。しかし九段のドラゴン騒動以降、何やら怪しい気配、いや念とも言いましょうか、そのようなものをこの奥から感じるのです。もしそれが大役を招く前兆なのだとしたら、放っておくわけにはいきません。あなたにはその証拠、異変の原因、あるいはその一端とおぼしきものが何か調査していただきたいのです。エバーフォールは非常に特殊な空間、波のものには荷が重い任務となりましょう。ゆえに各社の力が必要となるのです。ぜひともご助力を。担当は
断で人が暮らすのに適した護衛は任せてください。しっかり守ってあげましょう。ここを中心に活動範囲を広げていくのが良いかと。武装して撃ち道を外れると魔物が潜んでいますよ。この半島周辺をめぐってなかなか探し物ってん？はい。これは戻りの礎と呼ばれるものです。ん？何かありますよ。我々にとってもここ安息の場です。ソ連の下にこんな空間があったなんて。
ありますよ。リョウタの地下です。潜んでる。これ以上は進みません。まず私が様子を見てみます。何かありそうな場所です。あちこち探してみましょう。邪悪の力に操られているようです。嫌なんだ。この程度の相手なら私が。
な匂いがします。耐久力が高く厄介です。この場所、我々ポーンに縁がある場所のようです。この獣人、女性に目がないようです。閉じていた扉は開き、逆に開いていた扉は何かありそうなの。
苦しい状況です。バーナビーに報告しましょう。大したことはありません。なるほど、最深部にそのような痕跡が。実のところエバーフォールについて我々が把握している情報はさほど多くありません。しかし今の報告にあったような異変はこれまでにはなかったものです。ともすればそのようなわずかな歪みが大役の引き金となりうるのはまあまああること。詐称とはいえその可能性から目を背けるわけにはいきませんね。我々はより注意深くこの地を監視しさらなる予兆に気を払うことにいたします。クエストですべきことを学びました。我々にとっても失礼、お話を。貴殿が各社様でしょうか。自分は城からの使いの者です。こたびのハイドラ討伐、両王様も痛く感銘を受けておられます。功を称して貴殿に流星の任務につく栄誉を授けるとのこと。流星任務の兵士長マキシミリアン殿が詳細をご説明になられます。どうかこの証明書をお持ちになり城門前におられるマクシミリアン殿をお尋ねください。証明書は流星任務に携わる者の証、必ず肌身離さずお持ち願います。
ポーンギルドでは我々ポーンを呼び出すこともできます。縄文、奥は両王の城でしょうか。